せーの、マリンポッポです。はい、今日はシェインでの購入品を紹介していきたいと思います。イエッ。シェインで買い物するのは初です。ふは何回かあります。そうで、なんか YouTube とかでさ、結構してる人多いやんか、うん、だからさ、ちょっと気にはなっててん、なんかちょっと買ってみようかなと思ってね。じゃん、すごくない？この量パンパン詰まってんのよ。パンパン。フーも同じぐらい買ったんですけど、まあ一つ一つちょっと紹介していくかなと思います。はい、結構な可愛いの多くて、安い、ほんまに安い。だからちょっとさ、なんかさ、疑う時あるよ。いや、大丈夫大丈夫。生地とか、なんか誰かがな、 YouTube でなんか生地やばいみたいな盛り上がる、あるなんか書いてたから、これでも確かに安すぎて大丈夫なんかなとはちょっと思ったけど、まあ届いてまだ開封してないんで、今からちょっとしていこうと思います。じゃあ、まなみからちょっとやっていい？うん、いいよ。じゃあ、まず1着目はこの黒のトップス、いっぱい持ってるよね。何着目こんな。でもな、ここがちょっと違うねん。この首元がちょっと四角になってて、タイトスカートとかに着るときは絶対ここ四角とかのが可愛いなと思って。ここ見えるのエロない、鎖骨。そうだからな、まあ、今年の冬は鎖骨出していこうと思って。そう、あんたの鎖骨ってめっちゃ綺麗やねん。パーソナルでも言われててな、鎖骨綺麗って。そうだから見していくねん。でも私見していこうかな。あんた見せない方がいい。ないねん、溺れてんねん鎖骨。あんた見せない方がいい。あんたもこれ直しておきなさい。はい、ないない、はい。まあ、まなみ去年はタートルネックめっちゃ着ててんけど、ちょっと今年は首を出していこうかなと思って。せやな、寒さに分けたらあかん。そうそうそう、やっぱおしゃれがね、おしゃれをあれしていこうかな。かわいい。でも2着目、ね、なあ。え、2着目です。黒のボタン付きのトップスで持ってるって。でも一緒やん。ちゃうねちゃうね、これはちょっとこう、これもまた首が空いてる、結構こう空きますよっていう、こうなんかいっぱいついてるなんかいっぱいついてる。こういうのはほんまに何着あっても着れんねん。で、やっぱ1年経ったらさ、やっぱ安いからさ、あ、ヨレヨレ結構ヨレヨレなって、去年着てたやつとかも結構ヨレヨレやから、あ、これも新しいの買っとこうと思って。もうサイズ感もいい感じよ。次は可愛いよ、ワンピースです。あ、可愛い。可愛くない？もうまなみやん、ほら着るやん。可愛い可愛い可愛いやろ。で、黒のタイツとか履いてこんな感じです。サイズもめっちゃいいんちゃう？いいやろ、めっちゃいいと思って欲しいやん。え、色違うの？あげー、色違うの？かわいい。これ何色かカラーもあって、値段も1000円とかそんな安いな、うん。まあ、生地はちょっと薄いから、まあ、ちょっと冬寒いかもしれない。あ、でもな、冬ってやっぱ何着ても寒いからさ、もう中にヒートテックどんだけ着るからな。そうそう、あと首元こんだけ開いてるからさ、タートルネックを逆にここに入れるとか。マナミっぽいな。うん、なんかそろそろカラフルみたいな。カラフルはね、黒以外のものみたいな。じゃあ次いきます。これ結構可愛いと思うね、多分。お願い、可愛くなってお願い。ほらー、めっちゃ可愛い。ワンピース、うん、どうなってんの、これどうなってんの、そんな、え、胸、え、おパパイが何これ見えるんですけど。あ、ちゃうやん、ちゃうやん、逆、え、ちょっと待って、逆ちゃん、え、こっちもあんやん。あ、こうか。あ、これが背中っていうことやな。いや、やっちいやん。めっちゃ可愛くない？これめっちゃ可愛い。ももなみこういう柄大好きでさ。あんた何のサイズ買ったん？これ S?XS かな。 XS？ はい、じゃあ次いやーん、まあ、今年はね、多分ね、ボーダーがね流行ってるんですよね。ほんまに？うん、また来んの？また来てるんですよね。いやーん、え、生地めっちゃいい、立派やん。え、立派やん、これ買った。これがいっちゃうな、怖かってん。これでなんかスカートとか履いて、ブーツ履いて。シェインいいよね。いいよね、これ。めっちゃいいわ、シェイン。でもやっぱネット入れないと怖いよな、洗濯するとき。怖ない？私多分死ぬと思う、洗濯終わったらふにゃふにゃなってるかもしれない。じゃあお次まなちゃんなあ、やっぱな、シェインはちょっとさ、え、一緒やん。なんでほんまになんで、え、なんでなんで一緒の、え、ニコにしてたんよ。え、めっちゃ嫌。めっちゃ怖かってんけど。
え、なんで？あ、わざとじゃないの？わざとじゃないミス。じゃあ次え？え？ちょっと待ってなあ、ほんまに待って。え、マジでなんで？ちょっと待って。なあ、自分のミスやで、それ。え、めっちゃ最悪やねんけど。1個回ってるやん。え、うん、無理やで。あ、いらんやん。3つはいらんやんな。2つはいるけど、3つはいらんやん。え、めっちゃショック。あげるわ。やったー。うわ、ちょっと待って、ふう。口？何してんのあんた、ほんまに。え、ほんまに言ってる？うっさーん。え、でも3枚買ってるんやばいから普通に。じゃあ次いきます。なあ、なあ、これはやばい、これはやばい。なあ、ほんまにいっぱいついてるだけ。ついてるだけ。じゃあ次いきます。はい、シェインはコロコロついてる系ね。別にほつれてとかはないね。使えるな。使える。これはね、ちょっと長めのこんな感じでな、ここに、あー、ストリップ、ちょっと空いてる。スリップか。うん、ストリップ。これも普通に使えるよね。でもな、結構思ってたより生地が薄い。え、透けてるわ。うん、うん、見えてる。うん、だから、まあ中を切って、まあ、ジーパンとか入ったら全然ね、いけますね。次は次いきます。あ、もう絶対可愛いわ、これ。いやー、グレー。え、なんでこれ。グレーのニットシンプルやな。シンプル。なんかコメントして。コメントしようがないねん。なんかコメントしてよ。シンプルすぎて。シンプル。でもグレーって難しくない？なんか一本間違えたらさ、パジャマ感出る。うん、でも着る人によるんじゃ。あんたが着たらパジャマ感出るけど、お前のが着たらパジャマ感は出ないっていう。うちかって言ったらさ、多分フーの方がパジャマ感出へんと思う。髪の毛とかも。あ、長いから。そう。じゃあ最後いきます。え、なあ、やめて。ん？やめて。え？さっきと一緒？組めないバージョン。なあ、参考ならんって誰もこんなんさ。こんな感じ。あ、わかった。でもさっきのよりこっちの方がまなみ好きや。これお気に入りです。ちょっと。こっちが言いたいわ、ちょっとって。まあまあ、ふーちゃんのみんなちょっと楽しみにして。最後ね、いっぱい買ったんね。刺繍。可愛くない？これ刺繍です。こっちも、こっちはちょっとこう大きい。え、かわ、え、かわいい。この色かわいいやろ。こんな感じの刺繍です。で、最後、まあ、全部生地ちゃうねんけど。多分、まなみってさ、一緒のようなもの買う傾向があんねやろな。ちょっとちっちゃい刺繍です。髪の毛短い人は多分こんなの方がいいんちゃう。そうそうそう、だからみんな参考にしてね。おしまい。おしまい。参考になったかな。ちょっとまだほんま黒多かった。はい、じゃあちょっとね、今からちょっと参考になると思います。ふーちゃんのやつ、はい、じゃあふーいきます。ふー多分もっとあんねん。そんな誰かさんみたいに一緒のもんも3枚買ったりとかしてないから。やんな。まなみ普段、まなみ普段さ、買い物上手やのに一緒やん。一緒。まなみと一緒の刺繍。あんだけあって一緒の買うとすごいな。これが可愛いなと思って。え、なあなあ、ふう一個色おるの。え、無理やね、無理やね、ほんまに無理やね、ほんまに無理やね。なあなあなあ。なあ、さっきあげたよ。ほんと、え、あるやん。違う、あるやん。ほら、黒ないの。え、無理無理。なんで、あるやん。あ、よっしゃ。でも黒多いかもな、もしかしたら。しかもさ、安いのにさ、一個一個こんなんに入ってるのすごくね。めっちゃシンプル。風もこれは、これはまあ定番に使えるよね、タートルネックな。こういうのはさ、シェインでいっぱい買ってもらそう。そう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 、うん、何着もな。うん、安いし。じゃあ次これいこうかな。色めっちゃ可愛い。可愛いない？やめて。ちょっと待って。まなみ可愛いよ。しかもパーソナルで淡い色がサマーフワです。意識してんねんな。そう、じゃあブルベのサマーって言われて。うん、うん、だからちょっとこういう夏っぽい色を冬に持ってこようかなと思って。可愛い、これ可愛くない？ブレーと交換しよう。絶対嫌よ。ちょっと間にこれ挟むから。
真っ赤なお花の何トナカイさんがチャチャの服やん。チャチャの服めっちゃ可愛くない？可愛い。ちょっと大きい。こんなもんか。え、いやでもチャチャこれぐらいだと思う。こんなもんやな、うん、めっちゃ可愛い。なんかさ、もうすぐクリスマスやから、うん、やっぱ一緒にパーティーしようかなと思って、チャチャと二人で。そうやな、チャチャと二人で、うん、いいと思う。見て、犬の服ってめちゃめちゃ高いねんて。そう、え、犬の服ってさ、こんな布着で1枚で7000円ぐらいするよな。する。犬の2000円で買えるっていう。そう、最高。え、次まだも買おうと思った。これしかも、これめっちゃ可愛いかな。そう、見て、あんた好きそうやね。これのめっちゃ好きやねん。そう、サイズも絶対ちょうどええやん。うん、いい。で、これ意外に凝ってんのがスカートやのに中にこうパンツの見えへんやつ。うんうんうん、こういうのいいよな、嬉しいよな。うんうんうん、よきよきよきよな。よき。で、じゃあ次カバン行こうかな。おお、めっちゃ可愛くない？シェインでカバン行ったんや。カバン行った。シェインでカバン、すごい。しかもめっちゃ安かったんじゃん。こんなんも多分ほぼ1000円とかちゃう。風かな。使います、いっぱい。しかも白のカバン欲しかったよ。かわいいかわいい。じゃーん、カラフルのボーダー。うー、好きそう。え、なんかちょっとおじいちゃん、おばあちゃんえ、おじいちゃん、ね、こうやって見たらめっちゃかわいいやんか、うん、合わせるやん。え、おじいちゃん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと合わせてみて。え、どう？かわいい？え、まあ別に普通にかわいい。け、ん？ん？これ普通のスカート。あ、いいやん。生地いいね。で、これも中ズボンになってるから。いい。おすすめ。ちょっと長めやな。そう、でも、なんか短いの履かれへんのよ。なんかね、わかる。めっちゃわかる。ちょっとこれぐらいがちょうどいいね。こんなんとかじゃなくて。これもちょっと見て、ほら。ちょっとおしゃれじゃない？スリッパ入ってる。かわいい。でもいいね。次、一番。大丈夫かなと思った。これめっちゃいい。わ、いい。ちょっとあんたあれやろ、まなみが着てたこのシャツ、ちょっとかわいいかわいいかわいいみたいに言ってから、めっちゃ似てんの買ってる絶対そうやん。だってめっちゃ似てんもん。なんかまなみが前に着てた、こういうの着てたよな。めっちゃかわいくて、それめっちゃかわいいみたいに言ってて、めっちゃ一緒ちょっと似てる。まあ安くで手に入ったよ。うん、そうやな。ここもかわいい。わかる。どう、あとこの、うんうん、いいと思う。意外に凝ってんねん。確かに。シーンってもっとシンプルなんかなと思ってたけど。いい、すごい量多いな。やろう。なんなんで、なんで、なんで、なにこれ、ここ何、あんたどこ行くん？どこ行くん、あんた。え、なん、これ何、こんなん買った。え、かわいい、めっちゃあんたっぽいな。でかいって。せやな。いや、来たらそんなことないと思う。え、かわいい。まあ、ちょっとで、男の人とディナーカチカチ系やな。うん、チ系やな。うん、貴重じゃん、これ行く時とかに良さそう。しかも胸元見せへんのがまたちょっと。でもディナー、高級ディナー行くのにシェインって言ってるでもバレへんかったよくない、金額な。うんうん、かわいい、これふっぽい、ふっぽい、ふっぽい。うん、次これな、めっちゃ色系やん。なんやこれ、出さなかった。おじいちゃん。なあ、これちょっと嫌。あ、でも、え、切れる？え、でも可愛いかも。なんか画面越しに見たらちょっと、あ、なんかこんな感じね。でか。あ、でもまあまあ、え、可愛いわ。え、可愛い。可愛いな、これ。それでもちょっとこうキュッとなって。ちょっとダボットケアな、カジュアルケアな、どっちかって言ったらな。うんうんうん、これも切れそう、めっちゃ。うん、可愛い。で、次は。めっちゃそれ欲しいわ、まなみ。どれ？これ。これブラトップやろ。そう、ブラトップをいっぱい買っとこうと思って、なんかすぐ風よれよれなんねん、ブラトップな、うん、なんで勝手に出すの。ほら、なんで勝手に出すの。いいやん、なんか風の単位でいいやん。え、めっちゃいいやん、これ後ろでさ、踏めれるやつやる。そう、紐ないやつ、紐ないやつが欲しくて、風は。え、めっちゃいいやん、こんなんあったん。そうやで。これはちょっとなんか中のあれ、うん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 、ブラジャーの、ブラジャーの肩ここすごい見えるんで、いいじゃん。嫌なんや。これ買った、買おうかな、もこれはもともと黒持ってた、うん、で、めっちゃ良かったから白も買った。何も白と黒持ってるけど、もう高かった。一緒のような、一緒のような、これも。あ、ブラバージョン。そう、これはちゃんとパッと、すごくない。そんで、シェインでこれやで。ちゃんとブラも入って、ブラジャー線とつけれるやつ。これいくらですか。
え、これも多分めっちゃ安かったんちゃうかな。しかもめっちゃ良くない形、めっちゃいい。何個買うの？めっちゃブラジャー困ってるやん。ちゃんとブラジャーじゃないよ。これもさっきの色違い。はい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 。なんかちょっと大きくないんかな、この辺。なんかちょっと大きそうやな。大きそうにも見えるような。でも案外着てみたらそんなにいいのかな。あ、でもいいけど。うん、良さそう。で、お次でーす。これはスカーフ。で、これ可愛いのが、レバーサバロン。え、ちょっと嫌かも。ちゃうって。じゃあこれをパンって見るからちょっと中学生っぽいけど、これをちゃんとさポニーテールとかしてさ、こうリボンにして、あ、ちょっと見えるぐらい、ね、ぐらいみたいな、はい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 、めっちゃ好きやねん、わかる、うん、こっちは千鳥柄でこっちちょっとエコ、はいはい、ディオールっぽい感じじゃない、あ、はいはいはい、ディオールちょっと今はまだ見ないディオールとか買われへんから、ね、使われへんから、ちょっとこういうのでディオールフィーバー始まっちゃうかなみたいな、はい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 。で次、これはピアス。あんた猫すぎ買うやん。当たり前やん、そんな。なあ、ちゃんと使うよ。これピアスで、あの、なんていうの、なんていうの、この。こういうピアスなの。はいはい、ちっちゃい、なんか軟骨用とか。そう。最近風、ちっちゃいピアスめっちゃ好きで。おい。なくしちゃうねん、めっちゃこういうのって風。どこに。金あれじゃないの？耳は違うねん。首、手と首は金あれすんねんけど、耳だけ金あれせえへんかな。かわいいかわいい。ちっちゃいピアスね。で、次は、iPhone ケース。iPhone ケースまで行ったと。ネットソング行くよ。もう一個さ、もうつけちゃってんねんけどさ。2つ買ってんの？2つ買った。見て。こういうちょっと変わったやつが好きでさ。うんうんうん、そう、これシェインです。かわいいやん。で、こっちがちょっと、こっちちょっとチャッチく見えるな。そう、なんかミスったかなと思ったからこっちつけてる。これちょっと、ちょっとだけチャッチく見える。でもこれもう何百円やからさ、正味さ、ミスってもさ、いいかなってなっちゃうんだよな。300円だもん。そう、これが3000円何千円したら腹立つもんな。腹立つね。確かに。え、それかわいいよ。かわいいよこれ、うん、つけたこんなふわブラックやけど、めっちゃかわいい。イエッ、はい、以上です。なんか1000円初めてまなみは買ったけど、いいやろ。いい、結構いい。これはちょっと思ってたのと違かった。うん、もう安いから全然 OK って思える。まあ何枚かは確かにちょっと思ったのと違うなっていうのはあったけど、基本全部でも一回、カバン買ってチェーンで、インスタとかに載せると思うけど、あれもほんまこのチェーンがついてんねん、ここにショルダーのあるやつ、ここがぶっ壊れてた、来た時にはけど、それを取ったら全然可愛いし使えるから使ってるけど、うん、たまにある。なんかでもな、こういうの多分安すぎてもう文句言う人もおらんのちゃう。おらんやん、絶対おらん。だっていいもん、別に壊れてても。確かに。ワンシーズンやもん、やっぱこういうさ、背中に着るやつとか。完璧ですよ。今回のお買い物、完璧でーす。こんな感じでね、まみとうのシェイン爆買いでした。高評価、チャンネル登録、拡散の方よろしくお願いします。バイバーイ。